に見えない？このクマとか、あと唇の色とか、いや、ちゃんと鏡でも体調悪そう。こんなに元気なのに？いや、寝不足とかではないんだけどな。まあいいでしょう。今日の動画はね、メイクをしていく動画なので、この疲れ切ったちょっと体調悪そうな顔も、すんごくプリティにしちゃうんだから。ということで、動画見てくれて、ありがとな。ヤッホーダストだよん。今日はね、メイクの濃さは意志の硬さ。2024年初の毎日メイクを撮っていこうと思います。イエーイ。つい先日 SNS に載せたこの画像。いや、もうめちゃくちゃ好評いただきまして、同一人物なんですけど、もうこれになっていこうという、そういう動画になります。それでは。メイク動画撮るのちょっと久々で緊張するんですけど、最後まで楽しんでいってください。それではやっていくぞ。ゆっくりしていってね。ちょっと髪をまとめていくわね。これはね、確かシーンで買ったクリップだった気がする。 OK。 そしたらまずカラコンから。カラコンはもうほんとおなじみのファビュラスの3番をつけていきます。なんかさ、ワイの毎日メイク最初ら辺があまりに変わらなすぎて、みんなこれ飽きないの？もう思い切ってベースメイクの部分とかカットしちゃおうかなって思った時もあったんだけど、コメント欄では意外とベースメイクの工程残してほしいっていう声が本当に多くて、でも毎回ほぼ変わらないんだよ。 YouTube ってね、 YouTube スタジオっていうアプリがあって、みんながどこをどう見てどの部分を飛ばしてるのかみたいなのが分かるようになってるんですけど、ベースメイクの部分めっちゃしっかり見てくれてるの、毎回変わらないのに。そんなみんなにはもう脱帽でしかないんだけど、なんか面白い話ができるように、わいもちょっと今考えてみるね。あ、ちょっと待って、紹介するの忘れた。これもね、おなじみのキャンディードールから出てる下地、色はミントになります。最近なんか面白い話あったかな。わいはね、本当に動画を作るのが大好きだから、なんか近年からずっとこの動画のことを考えてたな。それこそこの前、1年を通しての目標を決めたの。さっきさ、あの iPhone で時間を見せた時にさ、この部分見せなかったじゃん。目標がね、書いてあるからなの。なんか恥ずかしいなぁと思って、別に隠すことでもないんだけどね、目標を立てるってすごいことだから堂々としてればいいのかもしれないけど、ちょっと恥ずかしくて隠しちゃいました。 YouTube ではこんぐらいチャンネル登録者数いったらいいなぁとか、あんまりチャンネル登録者数とかにこだわりはないんだけど、でもまあ一応目標として立てとかないとだらけちゃうじゃないですか。だから年に1回そういう目標は立てるようにしてて、なんか細かい目標っていうよりかはドンと一個すごい大きな目標を立ててるんですよ。ちょっとこっぱずかしいけど、YouTube 今年中に150万人いったらいいなーとかね。いや、まだ100万人もいってない身なんですけどね。なんかそういう大きな目標を立てていたり、あとは動画以外のことでもね、なんか少しずつ他のことできたらいいなーって思ってるんだけど、なんかそこは大雑把に動画以外でもやれることはやるみたいな風に書いてありますね。みんなは目標とか立てた？結構さ、大人になると目標を立てるなんてこう忘れがちなんだけど、前はね、立てたらロック画面にしないと忘れちゃうから毎回そういう風にしてて、でもまあそうするとね、もう毎回目につくようになるから、すぐにね、気持ちがこうシャキッとなるんですよ。だからロック画面に目標を書くのはすごくおすすめ。そしたら次に青眉を隠していくんだけど、それに使っていくものが最近変わりまして、こちらイントユーから出てるリップ&チーク、色が342番になります。
ます。このタイプって日本じゃあんま見かけないよね。これをね、アイシャドウブラシにとって手でなじませてから眉毛にのせていきます。もともとコンシーラーでやってたんだけど、なんか毎日メイクしてるとゲシュタルト崩壊みたいなのを起こすの、これでいいのかなみたいな。あれあんま隠れてなくないみたいなのを思うことがあって、なんか定期的に使うものを変えるんですよ。で、戻ってきたりとかするのね。なのでまたいつか戻る機会があるかもしれないけど、今はこの方法でやってます。でも赤リップで青眉とか青ひげ隠すのって結構当たり前に行われてることだから、なんか原点回帰っていう感じ。で、こんな感じでのせたらファンデーションをしていきます。ファンデーションは相も変わらず、クソデカティルティルを使っています。これね、2023年結構使ってたけども、全然なくならないの。これいつもらったんだっけ？そしてこれいつなくなるんだろう？見て。めちゃくちゃしっかりつくんだよね。2024年も引き続きこの子を使っていこうと思っています。クリスタルの方もあるじゃないですか。クリスタルの方めっちゃいいなって思ってたんだけど、なんかやっぱね、赤に戻ってきちゃったんだよね。使い分けがいいかなみたいな感じでコメ欄に書いてたと思うんだけど、いやもう赤が好きなんだね、きっと。なんかクリスタルの方は保湿にめちゃくちゃ特化してるから、仕上がりもツヤっぽいし、そういうのが好きな人はめちゃくちゃ刺さると思う。なんだけど、私は赤の方がね、ちょっと黄みが強いのもあって、この赤み肌をね、隠してくれる機能は赤色の方があるので、前もどっかの動画で言ったかもしれないけど、緑の下地プラス黄色っぽいファンデーションでこの赤みをね、徹底的に消していくっていう、それがね、多分 Y には向いてた。あ、ちなみにファンデーションのビフォーアフターはこんな感じ。そしたら反対も叩いていきます。オッケー。そしたら次、コンシーラー。コンシーラーも変わらずこの二つ。オレンコスのコンシーラーとダーマシンコンシーラー。で、このダーマシンコンシーラーのね、この部分にめちゃくちゃコンシーラー溜まっちゃうことに気づいて、これを最近はね、またまたこのアイシャドウブラシで、こんな感じでなんか、拭って、目の下につけてる。なんかね、この裏とかにもね、結構ついてんだよね。から取ったらかなり取れそう。こんな感じで、大雑把に乗せて、あとこの口角のところにも余ったので塗っていきます。たら伸ばしていく。パパッとやっていきますよー。本当にね、同じ工程ばっかりで。つまんないかもしれないからね。でもワイね、どの美容系 YouTuber さんでもベースメイクしてる時の映像めっちゃ好きなんだよね。やっぱベースメイクするからさ、肌が綺麗に見えていくわけじゃないですか。そのね、過程を見るのがめちゃくちゃ好きなの。ファンデーションとかがブワーってこう塗られていくっていう、そういうのがめちゃめちゃ好きでね。なんかね、気持ちいいんだよね。爽快感ある。だから自分で見て自分で満足するために、自給自足するためにこのシーンを残してるっていうのもちょっとあるかも。小鼻は押さえるように塗っていきます。よし、そしたら、このちょっと赤く残ってる部分と黒クマも消していきます。でね、これね、もう見栄えを良くするために、これ買いました。T-FIT のね、コンシーラー。これ新しいやつなんだけど、バイが普段使ってるのは、こっち。これ見てこれ。もうね、めちゃくちゃ汚くなっちゃってるのね。もうこういう固形のコンシーラー使ってる人だったらわかると思うんだけども、こうなること不可避なの。でも、あまりにもこうやってアップにした時に、もうこっち見栄えが悪すぎて、ちょっと一旦こっち買ったんですけど、使うのはこっちです。見せるためだけに買うなんて、こういう活動特有じゃない？いい感じだね。そしたらこの青眉。前はね、ここの眉毛の筋肉があって、なんかちょっと影っぽくなってるので、こういうところも丁寧にやっていきます。マジで顔を平らにする作業だから、今はモニターを見てるけど、普段は鏡を見ながら平らになったかなーって、キャンバスは完成したかなーって思いながらやってます。このやり方にしてから結構時間食うようになったんだよな。前の方がいいんだろうなーっていうのは思うんだけど、なんか一旦眉毛の上が赤くなるのがちょっと楽しくて、前はね、メイクしてる時間全然苦じゃないからいいんだけど、みんなはね、楽な方を取ってください。普通にコンシーラーで消した方が楽。はい、そしたら次にキープミストをかけていくんですが、なんかキープミストがないのね。
かまた東大元暮らしな気がするけど、ちょっとないんで、本来だったらこれ終わった後にキープミストを吹きかけて、でその上からねパウダーをはたいてもう一回キープミストをかけるっていう、キープミストでサンドイッチをするっていう方法を取るんですけど、ちょっと今回ないので致し方なくパウダーをはたいていこうと思います。でパウダーはですねこちら、パウダーだけ新しいかな、オンジョンヨフィクシングブラーパウダー01プレーンピンクっていうのを使っていきます。これね、あの幻のパウダーって言われてるよね。前はねネットで買ったから多分買えたんだけど、普通に店舗で探すってなったらちょっと幻なのかな。前はねあんま外出ないからその辺わからないんですけど、これをねあの一旦おでこに叩いていきます。生え際のところとかもねしっかり髪の毛にねこう被るぐらい叩いていくと、この辺ベタベタにならずにサラサラな前髪を作ることができます。でまぶたはやる前に一旦スポンジで叩いて、この上からパウダー、二重幅に溜まってるからね。この目の周り、ちょっと念入りにね、際の際までパウダーで一旦押さえます。そしたらアイメイクに移っていきます。アイメイクに使うものがね、結構いろいろ変わってるんですよ。ちょっとお楽しみに。まずアイシャドウから使っていくのが、なんと、アイブロウパウダーです。キャンメイクミックスアイブロウカラーの C01 を使っていきます。すごくない？なんかさ、昔スクールメイクとかでさ、アイブロウパウダーで、こうなんかね、目の色をつけたりとか、鼻の影を描いたりとか、なんかいろんなところに使って、こう一個の化粧を完成させるみたいな、そういうのやってたと思うんですけど、なんかそれに近い感覚。マジ原点回帰したなって思った。でもマジこのアイブロウパウダー超優秀でね。まずこの配色を見てほしい。ここにベースカラーが入ってるべ。で、ここにピンクが入ってるから、あの目尻とかにね、カラーを足すことができると。で、ここはね、あの目の線が引けるね、茶色っぽいパウダーが入ってるということで、完璧やん。もうこれでええやんってなって。これをね、もうめちゃめちゃ愛用してます。あと、粉質がね、アイシャドウと違って多分柔らかくないから、どんだけゴリゴリに削っても全然減らないの。こんだけしかないんだよ。これちっちゃーいんだよ。でも本当に減ってない。でも、ちゃんと色はつくっていう、なんか不思議なパウダーなんだよね。これを、まずベースカラーを取って、アイホール全体に色をのせていきまーす。ベースカラーはね、あの、どこまで塗ったっていいですから、眉毛のギリギリ下ぐらいまで塗っていきます。で、ちょっと目尻ははみ出す感じ。見て、ちゃんと色ついてるくない？で、また取って、下にも塗っていきます。で、下もちょっとはみ出し気味で、こうね、パンダみたいに囲っていく。そしたら次にピンクのカラーを取って、で、これを目尻にのせていきます。そしたらこの余ったので、下まぶた全体にのせるんですよ。で、重要なのはね、この際んとこ、ここはね、あの、赤くしといてください。で、多分後々理由をね、回収していきます。そしたら、こんな感じね。次、細いブラシに持ち替えて、一番下の茶色を取っていきます。これで目の線たちを描いていく。まずアイラインから。アイラインはね、目の線に沿って一旦流して、問題はここね。多分ここを通るから涙が出た時とかにここだけね、ごっそり持っていかれちゃうんだと思うんだけど、もうこのラインが可愛すぎてやめらんないのね。ここにちょんと置いてあげて、で、その先を跳ね上げていく。そしたら間を埋めて、こんな感じの垂れ釣り目を作っていきます。そしたら次に二重のライン。二重のラインは、この黒目終わりあたりを一番濃く。あとは余ったので、目尻、で、目頭。そしたら次に重要な目尻の線を描いていきます。この目尻の線ね、ちょっと難しいんですけど、さっきさ、このアイラインでさ、こうキュンって入れたじゃん。で、跳ね上げたじゃん。ここ、下げてあげるの、ちょうど真ん中のところから、こんな感じで、徐々に徐々に引いていって、これちょっと濃すぎだから後でぼかすけど。これ見て。この賛否両論分かれそうな目尻のライン。もう本当にワイはこれが大好きなの。このアイラインがもういっちゃん可愛いんだから、みんなほんと好きなメイクしようねっていうことで、あ、もうそんなこと言ってる間にこの目頭の線を引いちゃったんだけど、目頭の線はね、あの好きなように、もうこひだがある人は引いてもらって、ない人は引かなくて大丈夫。そしたらもう一回茶色いの取って、この目尻のラインをこうギュッ
って下げて S 字をね作っていったんだけど、涙袋はね丸くは描かないんだよね。なんかねあれみたい、イラストを描くときに上のラインがあって下のラインはさまっすぐなことが多いと思うの。伝わるかな。なんかそれをね多分メイクでやってんだよね自然と。全然見た目とかはね違うんだけど、下のラインはねまっすぐな方が可愛い気がする。丸く作れば丸く作るほど、あのね上の二重とかも相まって丸く目が見えるからそれも可愛いんだけど、上は丸くて下がまっすぐっていうのがアニメっぽくて可愛いなって思ってるんですよね。で一番下のラインは濃く、上はピンクを取ってぼかしていく。で既存の涙袋がねこの辺なんで、この辺までぼかしてあげると元の涙袋とも馴染んで不自然にならないかと思います。オッケー、こんな感じ。そしたら次にこの影たちを描いていったんで、今度は光を入れていきます。まあ主に涙袋なんだけど、使うのが原点回帰。涙袋のコンシーラーといえばザセムのコンシーラーでしょう。もうほんとこれ大好きなんだけどね、いろんなものに浮気して浮気して浮気して戻ってきました。やっぱりね、これいいんだよね。硬さ的にもそうだし、色調整もね、すごくしやすいの。塗り方としては、Y のね、涙袋が、こういう涙袋なのね。こっから先はね、光が入ってないんで、自分の目の構造的には、こっから先は影になってるんだけど、ここも涙袋にしたいから、じゃあここは濃く描いちゃえばいいじゃないっていう。影になってる部分はワントーン明るく、もう一息濃くするだけでしっかり真っ平らになっていくんで、こういうね、目の錯覚に近いんだけど、そういうのを操ってこそ地雷メイクになると思うんで、参考にしてる人いるかわかりませんが、ぜひぜひやってみてください。で、下の影もまあちょっと足したりとかして様子を見つつ。で、さっきさ、ピンク色をこう目の際まで入れた理由がもうまさにこれなんだけど、この涙袋ペンシルで光をね際の際まで入れちゃうと、なんか顔の重心がギュッて上がることに気づいちゃったの。だからピンクを目の際まで入れて、こう自然とねちょっと粘膜っぽい要素をね入れていったっていう感じです。でがっつりここ光を入れることによってより粘膜っぽさを出したっていう。茶色ここに入れてもいいんだけど、ちょっとクレオパトラ味が増しちゃうよね。なのでこれぐらいが安牌なんじゃないかなって思います。そしたら次に涙袋のここにね、パウダーを乗せていきますよ。乗せていくパウダーが、こちら。これもマジで革命児。キャンメイク、ノーズシャドウメーカーの01番を使っていきます。これね、ノーズシャドウメーカーって書いてあるんだけど、ここのね、ハイライトがマジで絶妙にラメが入ってるの。で、これを涙袋に乗せていくと、しっかり色もつくんですよ。このね、涙袋コンシーラーをセッティングする意味もあるんだけど、塗り涙袋をぷっくり見せるための要因でもあるので、こんな感じで、しっかりと塗っていきます。ちょっと調節もしたいなぁ。涙袋のこの光の部分はね、一定にしたいんだよね。同じぐらいの太さにしたいの。じゃあメイクでそうなるように調整していきます。いい感じ。そしたら次にアイライナー。アイライナーは変わってないかな？ XIXI の103番を使っていきます。こんな感じの茶色っぽい色になってます。少しでもね、柔らかい印象にしたいっていう。あと Y の場合、かなり濃く引いちゃうから、なんかどっちにしろね、黒っぽく見えちゃうんだよね。なので、茶色ぐらいがちょうどいいかと思って、これを使ってます。OK。そしたらさ、このくの字のところにもうアイラインが侵食してるから、怖いけどね、粘膜のところに色を入れていきます。目尻だけで大丈夫。で、少し乾かしてあげるの。このまま目パチパチするとね、下のまぶたにつく人いると思うから、しっかり乾かしてから。それか、しっかり乾くタイプのアイライン使ってあげた方がいいかなって思います。OK。そしたら、そしたら、ラメを塗ろうか。涙袋のラメに使っていくのが、こちら。シーグラムのラメになるんですけど、これね、どっかの購入品紹介で見せた気がする。で、これめっちゃいいねって喋ってたんだけど、液体がすごくて、なんか流れちゃうというか、この下のね、コンシーラーの部分もね、根こそぎ持っていくっていう、そんぐらいこの液の存在感がすごいので、一旦手に出します。こんな感じでね、ごっそり出したら、このままね、ちょっとね、乾かすんですよ。で、乾かしてる間に、なんかいろいろやっていく。つけまの制作でもしようかな。つけまもね、シーンで買ったやつ。こちらですね。ちょっとね、読めないんですけど、萌え瞳直しなって書いてある気がする。
このね、シーンのつけまつげ、マジめちゃくちゃお気に入り。ずっとエモタオのつけまつげを使ってたんだけど、エモタオのつけまつげってちょっと高いのね。いくらぐらいしたっけ？なんか800円ぐらいしなかったっけあれって。うわ、999円だわ。5ペアで1000円近くって結構しんどいじゃないですか。で、他にいいのないかなって思ってたら、これと出会ったの。しかもこれのいいところあるから、ちょっとつけるときに語るわ。でも多分ね、こっち乾いたから、ちょっと涙袋にラメつけるね。で、ラメをつけるときは、筆か綿棒がいいと思ってて、先の細い筆か先の細い綿棒。これはね、グリントってところのアイシャドウブラシなんだけど、こっちはね、テムで買った綿棒ですね。前紹介したと思うんだけど、いつもはね、こっちでやってるんで、今回もこれでやっていきます。この時はね、ちょっとニコって笑ってつけてあげた方がいいの。ニコッと笑ってぷっくりしたところにラメはつけましょう。なぜなら、ラメに関しては、ぷくってなってるところにつけてあげないと、影になってる部分につけた時に、ゴミみたいになっちゃうからなんですよ。夕方になったらラメが落ちて影の部分に入り込むことによってもうゴミみたいになっちゃうっていう、ほこりついてるみたいになっちゃうっていう、そういう経験ないでしょうか。それをね、なんか少しでも防ぐためにこの涙袋を笑った時にぷくって、私めっちゃ奥目だから笑ったとしてもね、ほんとちょっとしか涙袋出ないんだけど、もうそこをピンポイントで狙ってちょん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 ってつけるっていう、そんな感じでやっていきます。そしたらさっき用意し損ねたつけまを作っていきます。このつけまつげね、芯が黒くなってるんだけど、もともとエモタオのつけまつげは芯の部分が透明になってて、それはそれで好きだったんだけど、なんかある日ね、白く目立つような気がしたの。こう目を伏せた時とかにここが白く見えるみたいな、なんかね、それが気になり始めたら、ちょっとエモタオのつけまどうなんて思うようになってきちゃって、これもね、ゲシュタルト崩壊かもしれないよ。わかんないんだけど、なんかそんな気がして、なので黒い軸でいい感じのつけまつげを探してた時にこれと出会いました。で、つけてみたら案の定良かったと。で、切り方なんですけど、Y の場合は目尻を2本だけ切ります。で、5本のつけまつげにする。しっかりと爪でね、カーブを作ってあげて、つけまのりはリアップしか買ったん、このタップたっぷりつけていきます。思ったよりたっぷりでいい、ボテってなるぐらいつけてあげます。で、これを乾かしてる間に、我々はね、やることが2つあるの。まず1個目、自まつげをちょっと上げます。これね、自まつげを軽く上げとくことによって目に光が入りやすくなるなと思って、上げても上げなくてもどっちでもいいとは思うんですけど、軽く上げた方が自撮りとかした時に目に光が入りやすいなって、そんな感じがしました。最近自撮りを頑張っているのでね、気づきがね、結構多い。マジで軽く。もう一個がね、これ、つけまつげ取れやすい子、マジでやってほしいんだけど、この目の際のところにね、直接糊を乗せるの。マジ、大雑把でいい、大雑把で。で、大事なのは、この目尻と目頭のところ、ここにね、つけてあげて、軽く乾かします。でもね、これ薄くしかつけてないから、マジですぐ乾くんで、乾いたら、つけまを、つけまーす。竹太郎くんリスペクト。黒目の上んところに目頭のつけまが来るように。で、目尻を持って引っ張りながら乗せる。こんな感じ。このつけまのつけ方ね、バカハマってるんだよね。でもさ、世の中的にはこれ変かもしれない。でもまあ毎日メイクなんでね、ほんと好きなようにやらせてもろって。これ可愛いなって思った人だけ真似してもらえたら嬉しい。もうワイのね、記録みたいなもんだから。そしたらね、つけまの工程はこれで一旦終了で、次に下まつげをね、描いていきます。で、ワイの場合は目がね、外に外に行ってほしいから、マジでこの目尻際のところから1本。2本、3本、こんな感じで描きます。で、ぼかすんですよ。これキャンドゥのブラシ、アイブロウのピンクを取って、もうね、下まではいかないの。目尻だけにね、ピンクを入れます。で、あとは涙袋にピンクを入れたり、うわ、ハマってるのはこの二重ラインのところにピンクを出すの結構ハマってる。オッケー。そしたらコンシーラーペンに戻って、この目尻のところをね、白くしていくよ。これね、まつげもね、私まつげ薄いからあれだけど、とコンシーラーペンで撫でてあげると白くなるんで、こんな感じで白目をね、横に横に、もう本当に目をね、横に引っ張りたいの。
ビヨーンって。目頭側はそんななくていいんですけど、目尻ビーって引っ張りたいから、このメイク方法がワイの中では安牌になってきてます。目頭側の涙袋ちょっと消しちゃったりして。したら、こんな感じでアイメイク完成しました。かなり違うべ。このまさに二次元っぽいアイメイク。もうこれがね、たまらなく可愛いなって、個人的に思ってるの。したら、両目やってこようと思います。ちょっと待っててね。ありがとうね。はい。こんな感じで、両目のメイク完成しました。もう目だけ見ればね、アニメっぽくない？なんか 2.5 次元っぽい感じ。よりなんかこう人間からちょっと離れた毎日メイクになってきたなって思ってるんだけど、今までもそうだったんだけど、今回のメイク特に賛否が分かれそうな気がする。まあそれを覚悟でね、続きもやっていこうと思います。もうちょい完成までかかるので、みんなしっかりついてきてね。ということで、シェーディングをね、次やっていきます。シェーディングに使うのは、こちら。キャンメイクシェーディングパウダーの04番です。なんかこれもね、結局出戻ってきたって感じなんだよね。なんだかんだ、このグレーっぽいシェーディングに惹かれてね、戻ってきちゃいました。で、使う筆がね、2種類あって、これ両方ともシーンの筆なんだけどね、ふわふわ加減が全然違くて、この細い方で一旦鼻先をね、作っていきます。でも鼻のシェーディングはめっちゃ苦手なの。そもそもさ、こっちにねちょっと影が入ってるの分かる？なので同じ筆の動かし方をしちゃうとこっちの方が濃くなるっていうのがあって、たまにねノーズシャドウについてコメントいただくことが多いんですけど、そもそも鼻がね曲がってるっていうのもあるし、この影のつき方とかも全然違うから、うまーく調整できたらいいなって思ってるんだけど、やっぱり未だに苦手。モニターも見ながらね、やっていきます。あと小鼻の大きさが違うんだよね。それもね、すごいコンプレックスなんだよな。シェーディング入れながら小鼻の大きさを揃えていきたい。そしたらこのまま、一旦陣中も。OK。そしたら筆を持ち替えて、ふわふわの筆の方で鼻根をね、やっていきます。ブラシを2本も使っちゃうなんて、すごい贅沢なやり方なんだけど、このふわふわのブラシがね、鼻根の影作るのにめちゃくちゃいいの。しっかり眉下も通って。で、ここでね、ポイント。この目頭のところにね、少し影を入れてあげると、目が離れて見えることに気づいたの。なんか目頭ってさ、ラメとか逆に光を入れるイメージないですか？多分ね、目頭に光を入れて前に出して、シェーディングで引っ込めて、鼻根のハイライトでまた出してっていう、そういう山折り谷折りみたいなのを繰り返して立体感が出るように見せてるんだと思うんだけど、逆に私はね、この辺はちょっとのっぺりさせたいの。だから逆にここを影入れてあげることによって、真っ平らに見えるようになって、目がちょっと離れて見えるようになったの。この方法ね、めちゃくちゃいいので、ぜひぜひ、より目で悩んでいる方はね、やってみてください。いやーねー、ワイもね、トレンドの離れ目に生まれてきたかったわよ。離れてる分にはね、ほんと目頭切開ラインとか書いて近づけることはできるにしろ、近いものを離すのってめっちゃ難しいから、結構試行錯誤したんですけど、今はこれで落ち着いてます。そしたら、このシェーディングで、今度は輪郭を削ります。輪郭ですが、まずこの顎のラインのところからゴリゴリと、まあ、シェーディングに関してはね、ほんと皆さん自分の流儀があると思うので、それに沿ってやってください。場合はね、顎をこう尖らせたいんですよ。真正面で見ていい感じに入れて、横向いて調整していく。 OK。 こんな感じ、結構立体感出たね。そしたら眉毛描いていきます。眉毛はね、付属のこのブラシを使っていきますよ。前の今の髪色が結構明るいので、もうちょうど同じぐらいの量をとって、引き顔の方から眉毛描いていきます。合わせたい方からね、描いていきます。最近ハマってる描き方が、困り眉なんだよね。ちょっと困り眉にして、あとは流していく感じで。なんかアイメイクがね、垂れ目メイクにしてるんだけど、つけまの影響もあって、結構きつく見えがちなのね。なので、ここで釣り眉をしちゃうと、なんかもう、鬼みたいな。そんな感じに見えるなと思って、最近はもうもっぱら垂れ眉ばかりですね。でもこういうメイクの眉毛って、普通にね、デコを上げた状態で見ると、マジで絵だからさ、前髪を下ろすとなんかいい感じになるので、そこでね、調節をしつつって感じでやっていきます。もう地雷メイクに関しては、こうメイクしてる工程とか、前髪上げた状態での完成画像とか、なんかあんまね、意味がないというか、そんなわけではないんだけど、
けど、髪セットするまでがね、マジで化粧ぐらいな感じ。だからね、みんなあの途中経過を見て、いろいろ言われることあると思うんですよ。なんかそれ変だよとか、変えた方がいいよって言われることあるかもしれないんだけど、全部完成して、それでも変だなって思ったところは直せばいいと思うけど、基本的にね、マジで好きなメイクした方がいい。だってワイが好きなメイクしてるんだよ。みんなが好きなメイクしちゃダメなわけがない。ちょっとあんまり話しすぎるとね、あの深いところまで話がいきそうだから、次行きますね。チークを塗っていきます。チークはね、こちら。クロレットのチーク。ハケがめちゃくちゃ可愛いでしょ？色は01番になります。開けるとね、中にハートのパフが入ってるのね。これでね、チーク塗っていくんだけど、割的おすすめな使い方が、ハートをね、こう反対に持って、で、なびる感じで。取ってあげて、結構ね、奇抜なピンクなんだけど、鼻のね、真横のところに私は塗ります。軽く塗って、それをこうぼかしていく。中心決めて周りにぼかしていった方がやりやすいかも。で、この目尻の部分だけね、がっつりと目に入るぐらいまでやっていきます。でもほっぺの部分は、下はね、開ける感じで。こっちも。やばーい、気づいたら朝の7時になってな。え、何時から撮影始めたっけ？オッケー、こんな感じ。で、上からパウダー叩くんで、ちょっと濃いめで大丈夫。あとは、顎、鼻先。鼻先チークね、今まであんまりやってこなかったんだけど、なんか最近やるようになったんだよね。ちょっと考え方変わるもんだね。あとね、おでこにもね、ここにほんとちょっとだけ乗せます。んで、ハイライトを乗せます。ハイライトに使っていくのが、こちら。これもフロレット。Nice to meet you って書いてある。01番の白月光。白月光かな？キーホルダーもね、ついてるやつなの。これほんとね、なんか、ただの白い粉だと思って大丈夫。これを、まず、目の下、明るく見せたいところ？ちょっとほくろのところが乾燥してるけど。あと、鼻筋。鼻筋はね、ちょっと太めにしたいんで、筆を横に動かしながらつけていきます。あと、鼻横。あと、顎。パウダーを叩きます。叩く前にちょっと顔の確認、手の跡とかないかなっていうのを見て、顔の周りからね、こんな感じで一旦スタンプ押す感じで叩きます。顔の周りはね、髪の毛とかもくるから結構サラサラの方がいい気がする。で、この鼻横とかは押さえるように。そしたら最後に余ったファンデーションで唇の色を消して、これまた目尻をぼかした筆に余ってるお粉で、口角を軽く。こんな感じ。で、上にもちょこっと。マジでちょこっと。こう。唇がちょっとガサガサすぎるが、強行突破でリップを塗っていく。使っていくリップが2種類あります。まず1個目。じゃじゃん。これツイッターでバズってたよね。シピシピのティント03番ですね。これめちゃくちゃ可愛いの。あと塗りやすい。これで M 字リップを作っていきます。この M 字リップもね、本当にすごく好評で、リップ塗り直すのはね、あの、ものすごく大変なんですけど、もうそれに変えられないぐらい、わいは自分の唇にコンプレックスを持っていたので、ご飯食べに行ったりしたら、こまめにね、唇を直してあげたりしています。あともともと唇が薄くて大きい子がすごいタイプだったんだけど、なんか最近ちょっと変わってきて、うさぎっぽい顔の子がね、すごく可愛いなって思うようになったんですよ。で、うさぎって唇小さいから、小さく作っていくのにすごくハマってるって感じ。で、目はね、大きく丸く作っていくみたいな。そんな感じのにハマってます。で、こんな感じで、マジ雑だし、ガサガサだし、最悪って感じなんだけど、この上から、こちら、ニベアから出てるリッチケアカラーリップクリーム。色がね、うわ、また忘れた。バーガンディだっけ？違う。ボルド！そう、この色、めちゃくちゃ可愛くて、あとリップクリームだから、唇がそんなに荒れなくてスコなんですよ。これで、シピシピをぼかしていきます。こんな感じね。うん！忘れてた。ちょっと、この下のとこに影を入れます。小さく影を入れる。オッケー、最後に。ほくろ！ほくろの位置はもうずっと描きたかった場所。ほくろ除去してからね、描けるようになったんですけど、この目に近い場所に2つ。これがね、ずっとやりたかったの。タマンチ！かわいいよー！ってことで、あとなんか忘れてる子。待って！全然忘れてた。ホワイトコンク塗って、それで終わりです。ネックレス外すのもめんどくさいから。
このまま行きますね。もうね、毎日ホワイトコンク塗りすぎて、ネックレス外さず塗るのなんてね、お手の物になってきたんですよ。OK! そしたらこんな感じでメイク完成しました。うん。なんかやっぱまだあれやな。髪の毛とか早くやってこようっていう気持ち。なんか中途半端に一番恥ずかしい状態なので、髪の毛とかもろもろやって戻ってこようと思います。なんでメイクした後なのになんかこんな恥ずかしがってんの？おかしいだろ。ってことで、少々お待ちください。